ちょっと画像では分かりにくいですが、エンボスのフラワーを作りたいと思います。この固めのジェルだからこそできるデザインになります。はい、リュージェルアートディレクターの山室理恵子です。よろしくお願いします。と隣にはチャチャ入れのマスターエディケーターの堂谷です。よろしくお願いします。はい、今回は、このリュージェルの27番を使った、この27番の特性を生かして作った、ちょっと画像では分かりにくいですがエンボスのフラワーを作りたいと思います。このアートですが、ちょっとこうこのエンボスの部分がザラザラっとボコボコっとしてるんですが、ここはもうトップジェルをかけずにそのまま仕上げていくんですが、これは、この27番の特性を先ほども言いましたが、かけてみると分かりやすい、硬いんだよね。この固めのジェルだからこそできるデザインになります。それでは、作っていきまして、今日はこれの色違いで251番と27番を使って作っていきます。ではまず、今チップなのでこのままカラーをのせていきますが、実際はベースコートを塗った状態で始めていきます。のせていきます。では、今日使う筆はリュージェルのロングライナー使っていきます。しなりがあってね、描きやすいよね。描きやすいです。細い線も、ね、描きやすいですね。まずこのクリアの状態からもうお花を描いていきます。でこの時は251番カラーのジェルを単色で使ってください。で細い線で描いていきたいので、パレットの上でしっかりと筆先を整えてください。で筆の中にしっかりジェルを入れていきます。どうすると霞みにくいの？霞みにくいです。どうしても筆の先端だけに色をつけてしまうと、こう線を描いてる時に色がこうカスカスとなってきたりとか、筆がしなりがしなるところとしならないところのムラが、こう筆の動きにムラが出てきて、筆の線が描けにくいんだね。そうです。さすがです。ありがとうございます。ではお花を描いていきます。これはもうほんとひたすら描いていきます。頑張ります。でこの時の線は、できるだけ細い方がいいんですが、あんまり細すぎてもちょっと描くのが大変なの で、後からこの線は消えていき、上からまた線を乗せていくので、そんなに形さえしっかり合ってればめちゃめちゃ綺麗に描かなくても大丈夫です。後から作っていくデザインのガイドラインを描いてるイメージで描いていってもらえれば大丈夫です。なのでちょっとぐらい線の太さにムラが出ても問題もないです。この後はなんとなくこうウェディングドレスの、刺繍をイメージしているので、お花を描く時のバランスなどもちょっとそういうドレスとかそう刺繍とかをイメージしてもらって、レースのような感じでイメージしてもらうとバランスなどは取りやすいかなと思います。やっぱりこの、ロングライナーがすごくしなりがとても柔らかいので、こういうリュージェルの柔らかいジェルにはとても合ってると思います。こう綺麗な線をスラスラっと描いていけるので、すごく1本持ってるとかなり使えるかなと思います。で葉っぱもこう、チップに対してちょっと斜めに
なるような配置で葉っぱのデザインも入れていきます。こんな状態です。でここから少しちょっとこうレースの編み目みたいなものもつけていきたいので、あのお花の周りに少しだけこう枠を取っていきます。内側もどこかこの辺かなというところにちょっと枠を取っていきます。ここまで大体の枠ができたら一度硬化させてください。一番最初に土台を乗せるのはなんで？あ、これですか？ラインを描くのはなぜ？これはですね、ガイドラインです、うん、一気にこのラインの絵をこの高さを出して描こうと思うと単純に難しいんです、うん、なので一回ここでガイドラインを作っておくと、この上にこうなぞっていけばお花の形が取れるので、バランスを考えながら高さのある線を描こうと思うとちょっとやっぱり時間がかかってしまうので、考えちゃうので、ガイドラインをしっかり作ってから載せていった方が綺麗に仕上がるのと、今からここでちょっと編み目とかを載せていくんですが立体感が出るので分けてます。編み目の部分と上に載せるちょっとこう刺繍になる部分と、影ができる感じで立体っぽく、あ、そうそう、立体っぽく見えます。そのためにこうしっかりここでガイドラインはつけていきます。で、ここまで今一旦硬化させてあります。でここまで硬化させたら、次にこれはレースをイメージしているので、空いたスペースに編み目を、レースの編み目をつけていきます。でこれはもう細かくかければいいんですが、そんなに正直ちょっとそんなしっかり見えるところでもないので、クロスの線を何本か引いていってください。先にお花たちを描いておくと、この編み目のラインもどこに描くかが簡単に分かるというか、あ、ここだなっていう風に載せれるので、花の花びらの模様というか線ももしちょっと載せれたら、何本か載せていくと後々立体感が出てくるので、ここで少しつけていきます。でこの線はそんなに見えるか見えないかぐらいで大丈夫なので、さっさっと乗せていきます。でここまで乗せたら、もう一度仮硬化していいのでさせていきます。で次に色を乗せていくんですが、このままライナー筆でカラーの方は乗せていきます。でこの色を乗せたいところが今こことこことここだけなので、このままライナー筆で細かい部分も色をのせていきます。このさっき塗ったこのガイドラインに合わせてのせていきます。でそうするとちょっとこうくり抜いたようなデザインになるので、じゃあくり抜いてるわけではなく周りを埋めてます。こんな感じでタフしていきます。この時に、お客様の手とか実際にするときはしっかりこのサイドラインだったりとか、この際の方もきっちり塗っていってください。で、エッジの部分もここですね、しっかりこう隙間が開かないように塗っていってください。それで、一度硬化させます。で硬化させている間に、今使った251番と27番を混ぜていきます。で割合はですね、だいたい白2のピンクが1ぐらいの割合で混ぜていきます。ちょっとこう色を見てピンク色が薄いなと思ったらピンクは足して混ぜてください。ただ、カラーのジェルを混ぜすぎてしまうとだんだん緩くなって柔らかくなっていってしまうので、ちょっとそのあたりは使う色によって加減を見て混ぜていってください。このぐらいで、まあ、今この状態です。でここから一度トップジェルをかけていきます。で、トップジェルはこっちのですね、ウルツヤの方ではなくてクリアトップの方をかけていきます。
でこの時に、表面デザインの表面としてはこれで仕上がりになるので、このトップジェルの次にマットコートをかけて仕上げていきます。なのでこのトップジェルでしっかりとフォルムは作っていってください。で、カラーを塗っているところと塗ってないところがあるので若干ボコボコしてます。なのでそのボコボコもしっかり埋めてフラットの状態になるようにクリアの方は綺麗に塗っていってください。はい、これで乾かさせます。そしたらこちらのノンワイプのマットジェル、マットコートを塗っていきます。はい、では乾かしていきます。これはノンワイプのね、これはノンワイプの新しく出たマットコートジェルです。すごい便利だね。はい、あ、本当だ、すごい。マットになりました。触っても平気。大丈夫です。ノンワイプ。さすがノンワイプ。そしたら今からこのエンボスになる部分を塗っていきます。ここはもう一気にいきますので、今日もう一個使うアイテムがこの斜めの細かいグリッターです。私はちょっとどこのか忘れたんですが置いといて、うん、それを今使っていきます。混ぜちゃうの？混ぜません。混ぜません？書いた上に乗せちゃうの？なになに、早くしてよ。秘密です。していきます。でこの時もちょっと筆にカラージェルをなじませて、さらにこの時に量が多すぎるとじわっと広がってしまって線と線がつながってしまうので気をつけながら、でさっきのガイドラインに沿ってこれはもう線を引いていってください。そしたら、ここまででガイドライン、先ほど描いた下絵のところは全て描きました。で、ここからちょっとお花のこの下だったりとか、こういう部分を描き足していきます。で、この部分、バランスを見て、この辺りはバランスを見て、空いてる隙間に、出していくような感じです。こんな感じです。でこのまま今描いた線は硬化させずにこのラメをかけていきます。できればこのままケースの上でした方が周りに飛び散らないので、このままトントントンと乗せていきます。であまりちょっとこうドサッと乗ると描いた線が潰れてしまうことがあるので、できるだけそーっとパラパラパラっと乗せてください。で反対向けてトントントンと余分な粉は落としていきます。全体的にかかってるのを確認したらもうこのまま触らずに硬化していきます。27番のライナーホワイトはやっぱりちょっと硬さがある分硬化もしっかりしてください。硬化がここで不十分だったらこの後ブラシで払っていくんですけど、その時に硬化できてない部分がこう全部ザッと崩れてしまうので、ちょっとこうかなり硬化が弱いとこの白のところが未硬化で残ってしまったりとか、中がブニブニの状態のまま残ってしまうことがあるので、ここはもう本当にしっかりしっかり、もしお客様の手とかだったらしっかり1分ぐらい手の入れる位置によってはちょっとライトの当たり方が弱かったりすることもあるので、しっかり1分ぐらいは入れてください。払っていきます。この時にしっかり払ってちょっとこう、指の腹とか手で確認してラメがこう引っかかりだったりとかトゲみたいになってないか確認してください。しっかり粉は払っていきます。これで完成になります。でこの時に最後
ノンワイプで全て仕上がりにはなってるんですが、もしものことを考え、最後はしっかりクレンザーで拭き取ってください。クレンザーで拭き取るときにあまり強くゴシゴシやってしまうと、せっかくつけたラメがたくさん落ちてしまうこともないんですが、ちょっとこう崩れたりしても嫌なので、ちょっとポンポンポンと優しく拭き取るようにしてください。あまりこうゴシゴシやるとラメのこのザラザラ部分でペーパーとかがぐちゃぐちゃになってしまったりとかするので、ちょっとこう抑えるぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じで仕上がりになります。使ったジェルが27番と251番です。はい、ご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。